ほな始めようか。いつもどうもありがとうございます。特に私の方から報告はないんですけど、もしご質問ありましたらお答えしたいと思います。はい、京都市の渡辺です。昨日岸田首相、子ども児童手当拡充を記者会見して、児童手当の拡充を表明しまして、財源に関しては追加負担を生じさせないと言いながらも、詳細は年末に結論先送りしました。この、政府のですね、子ども対策、少子化対策とその財源策を先送りに対する見解がありましたらお願いいたします。はい、総理が言うところの子ども未来戦略方針ですね、閣議決定ということでしたけども、まず一つは、メニューが極めて貧弱だということにつきますよね。まずで、特に一番子育ての問題で、子ども未来に関わってですね、みんなが悩んでいる教育問題についてですね、まともな対策がないということを含めて、メニューが貧弱であると。それから2つ目に、そういう意味で言うと、その実施もですね、極めて遅いということになると。でそれにもかかわらず財源が極めて、はっきりしないという3つの問題点があると思いますね。ですから、ここに政治の姿勢が根本的に示されていると思います。で特に財源に関わっては結局示せないっていうところは、今の日本の政治の在り方と大きく関わっていると思うんですよね。結局大軍拡の財源として43兆円も使うと。それから何回も我々この間問題を指摘していますけれども、こう富裕層に対する手当とは、それから大企業に対してのそういう優遇税制という根本問題がずっと底流にあるということだと思うんですね。ですからそういう問題点が改めて結局のところ浮き彫りになったと。でその上で社会保障の関係を削るなどということまで含めてですね、やってるという点ではまさに論外と言っていいんじゃないかと思いますけどね。NHK のラジオです。岸田総理大臣が昨日の会見の衆議院の開催について問われまして、国会の会期末にかけての情勢を見極める必要があるという認識を示しました。このことについての受け止めをお願いいたします。はい、国会、解散総選挙に関わってそういう発言や情勢を見極めるという発言ですよね。長いこといろいろやってましたけど、こういう総理が解散に関わってそういう発言したってのは聞いたことないですわな。私一つはこのもてあそんじゃならんというふうにまず思います。で二つ目にね、メディアの方々もよう言うんですけども、解散というのは総理の専権事項、そんなことはないと。総理の専権事項ではありません。憲法に定められた内容に基づいて、不信任案が可決された場合だとか、そういうのを含めてやるべき話であって、任期も全うしてねいる場合であって、そういうことをずっと言ってきたことの責任というのは問われると私は思います。それと3つ目に、やっぱり私たちは、そういう意味じゃね、信任に値しないというのをはっきりしていると思うんですね。でその点では特にこの国会の会期末にずっと向けてですね、悪法をこう次々と通していくと、とりわけ今焦点になっているのは大軍拡の財源確保法という問題ですよね。でこの問題もあるでしょうし、それから翻ってみると入管法の改悪問題、そしてこれなどは本当に立法事実があれほど崩れてるのにね、平気でやると、まさに人権無視の政治だということがはっきりすると、
マイナンバーに至ってはですね、秋まで総点検などと言って、それだったら立ち止まってやめろよというのがみんな声出して、それこそ私どもの田村政策委員長、東福委員長がですね、質問されたように、多くのメディアもこれは立ち止まって考えるべきだと言っているのを強行すると、まあ LGBTQ などに至ってはですね、その自らの言明、私この間言いましたように性自認という問題について、1月の国会の答弁で言ってるじゃないかと、でそういうのもいつの間にか平気で保護にしてやってると、そういう点では、まあ、ありとあらゆる面で政治的に言いますと、この方を、この政府を信任できないというのは明らかだという点は述べておきたいと思います。つまりね、そういうことを解散を含ませて、そういうことについてね、やる権限ないじゃないですか。でそれをですね、あるときはこういう、あるときはこういうと、でしかも考えてないということを今まで言ってですよ、今度はちょっと違うことを明らかに、誰が考えても少しニュアンスが大きく違いますわなということで、まあ脅したりすかしたりしようとしてるのか知りませんけども、そういう意味で言うと明らかにこれもてあそんでると言わざるを得ないということですわな。はい、関連して共同通信の渡辺です。これは解散権をもてあそんでるという主張。そうですよね、内閣信任案の提出ですね、これについてこれが解散の大義になるんだっていう、解散の大義になるんだっていうおっしゃってる、選挙の大義になるというふうにおっしゃってる自民党の方もいらっしゃるんですけども、これ内閣信任案の提出がですね、解散の大義になりうるかどうか、ご見解をお願いします。内閣信任案が政府にとって大義になると、それはならんでしょう。何度も言ってるように、何のための選挙、何のための総選挙かっていうのは問われるわけでしてね。でしかも先ほど言ってるように、不信任案が通った場合はね、それはありますよ、通らない場合も含めてあるわけだから、そういうものがね、大義になるという理屈は成り立たんわね。でそれを引き金にしてやろうとしてる、それは透けて見えますよ。だけどそういう問題じゃないでしょうと私は思いますがね。はい、今も関連しまして、内閣不信任案、内閣不信任案、野党一党が、第一党が出す是非についてと、あと、まあ提出された場合の共産党のお考えをお願いします。是非という問題ではね、それは私はさっき言いましたように、内閣は信任に値しないという点でははっきりしていると。ですからそういう意味で言うと、提出された場合は我々は賛成するというのは当たり前だと思いますけどね。それは我々の今力では独自にありませんから、共産党が21名ありゃね、出せますけど、それは立憲民主党という野党でそういう権限を持っている党が一つ判断しないことには、我々がやれそれやれあれやれってこうやって追い立てるわけにもいかんじゃないですか。ただ何回も言ってるように、先ほど述べたように、この内閣が信任を値しないということはすでに明確だと、でそれがかつてなくね、重大問題をはらんでいるっていうことからしても、まあ、先ほど述べたように LGBTQ の問題にしても、入管法にしてもですね、マイナンバーカードにしても、命に関わりで人権に関わる問題がこれほどですね、粗末に扱われやられているという内閣見たことがないと。でましてや大軍拡43兆円もの大増税という、この悪行の限りを尽くしているという点では信任に値しないと。いうことでいうと、内閣不信任案を出すのは、それは選択としてはあり得ると
思いますよね。関連で前に新聞です。野党第一党の立憲民主党が提出するとなって共同提出を呼びかけた場合は共産党本として一緒に、まだそういう呼びかけはないのでまだどうこうということにならんと思います。でしかも相手がその共同に呼びかけするかどうかも分かりませんし、出すかどうかもまだ分かんないときに、そうですか、ほなどうしましょうかってなこともなかなかね、言っては失礼じゃないですか相手に。まさかそれでうち呼びかけるのに一緒にやれよという言うわけにもいかんしね。でやれよ言うて、いや結構です言われたらどないしますねな。まあそういうのはね、時期とそれと中身をね見てから判断しても遅ないし、相手がどういう提案してくるかも見ても十分できませんか、ってな感じやね。話題はそういうことですね、中心は。ほな、このままで、よろしいですか。ほな、おおきに。